シチョイスとマスオタグス。はい、ということで、あの人気企画がまた再び復活ということで、今日はアクシデントのためじゃなくて、ネタ回しとしての今日役割なんで、そこのとこ。よろしく。一日、好きなものをあげるシリーズ、覚えてますか？過去に、ビくん、ハイテくん、俺という順番で、ね、やってきたわけなんですけど、あと一人受けてないやつがいると。まあまあまあ、誰だと。勝負じゃないんですけど、何が好きだって。こちらです。つるお寿司でございます。日本の代表する和食の料理ということでね、翔ちゃんはこのお寿司が好きということで、今日はもうとことんね、お寿司をあげて、翔ちゃんのお腹の中をお寿司にしたいと思います。俺今回形から入りたくて、はい、こちら、ぽい木のやつ、ここにお寿司を乗せて、ヘイお待ちって、俺やりたいんだよね。それでは、いきます。おういきなりうまい。ヘイらっしゃい。お客さん、いいネタ揃ったのよ。はい、座ってください。うち旬なネタしか握ってないんで。え、どうも翔ちゃんでーす。何食べたい？うち何でもいいから。ラーメン。ラーメン、いや、それ何食べたい？お寿司だ、お寿司。サーモン。サーモン、おい。あ、あともう一回。エビ。へいお待ち。あんのかよ。バリバリスーパー。へい。へい。下で。へいお待ち。あ、握ってんの握んじゃねえよ、お前。ではどうぞ。あ、いい食べっぷりでね。あ、そういうこと？唐突に来る感じ。そうです。あなた、お寿司好きですよね。うん。一日中お寿司あげまくるんで。お。本当にもう僕の手、ゴッドフィンガーでお寿司握っていきたいと思うんで。お前の手握んなくていいから。おう！手持ち！ということで、企画食べ終わってね。うん、もうお腹いっぱいだね、みんな。そうだね。もう帰ろう。寿司食いねー。寿司食いねー。今日はどんなネタ？いっぱい揃ってるよ。揃ってねー。揃ってるよ。軽いの。軽いの。わかった。では、まずレモンからいこうか。はい、もち。はい、もち。はい。引き絞って。次何がいい？じゃあ、うちのおすすめ出すね。はい、もち。板前、何、はい、これが何なのか分かってないの。はい、また次回お会いしましょう。おい。チュロはおったわ。はい、あらら、へいお待ち。寿司くいねー。お客様、ご注文は？ねえだろ貴様。うちに最新入ったこの旬の握り3貫で。へいお待ち。最低。いただきます。まずい。やいやいや、おいしいよ。お前トイレ行ってないよね。え、そうだった。そこ真面目に答えない。最悪。いっぱい食べる君が好き。大きな一口。ガラスガイドにいっぱい食べよう。いっぱい食べる君が好き。はい、次いきます。そろそろ夜ご飯ってことで、僕の師匠がいるお寿司屋さんの方に。あ、そういうこと。寿司食いね。寿司食いね。では車を出す準備してください。大丈夫。そういう、今から美味しいお寿司屋さんに連れてったり。高級店行くよ。代金は一貫2000円とか。誰払うの？あ、でもそんな口ダメ。カット後ついてます。3、2、1。へい、もち。こことこなんですか？我慢寿司だ。俺がついてきたんだよ。高級。どこ？やった。あれだったよ。すごい、マジで。近いね。生ハム、タマで、明太子で。好きなネタもどんどん取ってみてください。なんでこれはお通しですね。チョイスが独特です。じゃあ食べますよ。あ、食えよ。もうキャラ終わったから。何？今終わったで。女子アナみたいなレポすんじゃねえぞ。美味しい。塩気が効いてるね。めちゃめちゃ美味しいですね。美味しい。もう醤油、醤油に醤油でかける。甘じょっぱくなる。分かってねえよ。ここで語り合い。お前。ヘイモチ。おい。お前よ。これはお前邪道だよ。いただきます。邪道だよ。うまっ。終わりかよ。ということで以上寿司一日企画でした。まだ終わりだよ。寿司食いねー。寿司食いねー。ってことで、なんだっけ。マグロ。マグロ。ヘイお待ち。おう。ねえ、違う。それは違う。肉トロだよ、これ。マグロだ。マグロ粉砕した。30秒チャレンジ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。はい、安心ください。おう。ヘイお待ち。では、次のご来店、お待ちしてます。ヘイおかー。寿司食いねー。お化け出るぞ。寿司ねー。今さ、こうやってネタはなんかあるか。じゃあ、エビ。お、エビじゃん。全員倒すから。いただきます。うまいか。あ、死んだ。やる気なかった。ダンスサムスのタイム。タンタタタンタタタン。寿司食いねー。寿司食いねー。はい、食わねー。はい、あ、出た出た出た。はい、来たな。シャリどこ行った？シャリ消えた。あー、うわ、美味しそう。あーん、美味しそう。あーん。終わり。寿司食い。風を切って走ってゆく。